柏原神宮前駅は奈良県柏原市久米町にある近畿日本鉄道の駅、駅長配置駅である。奈良県中南部、飛鳥地方における主要駅である。駅番号は南大阪線と吉野線が F42、柏原線が B42。中央口駅舎は初代新歌武器座の設計で有名な建築家、村野東吾の設計。 1> 第1回近畿の駅百選選定駅。吉野線の駅番号は、柏原線からの投資番号であるため、南大阪線、吉野線に、回28回41は存在しない。いずれも、始終着駅であるが、運転系統上では事実上、柏原線のみが始終着駅である。現役北西の柏原神宮の前に、 大阪電気軌動うねび線の柏原神宮前駅があった。1923年12月、狂気の吉野鉄道は、吉野口から北進して、柏原神宮前駅に乗り入れた。1924年、吉野鉄道は、商泉うねび駅までさらに北東進し、吉野口、うねびの総駅で商泉と連絡するようになった。一方、久米寺の前の大阪鉄道線上には、 柏シハ神宮駅があり、そこから南東進して、吉野鉄道を久米寺駅に乗り入れていた。その後、大阪電気軌道が吉野鉄道を吸収し、柏シハ神宮前久米寺間を公共機閉用の参戦機場に改造して、久米寺駅に乗り入れるようになった。1940年の後期2600年祭を控え、柏シハ神宮周辺整備の都市計画事業により、前年に、 ウネビセを移設して新たに駅を新設した上で、久米寺駅から解消し、柏原神宮前駅、柏原神宮駅は廃止された。この際に、柏原神宮駅駅と解消し、駅名に駅が含まれる珍しいケースになった。1970年には、柏原神宮前駅に解消され、列車内、駅構内でも、柏原神宮前と呼ぶようになった。 今でもなら交通バスのバス停は、柏原神宮駅を使用している。なおこれとは別に、駅名と同じの柏原神宮前バス停が存在するが、駅からは離れた場所にある。地上駅で2面4線のホームが2つある。西側の4から7番乗り場は、京日の南大阪線、吉野線、東側の1から3番乗り場は、標準期の柏原線である。1番乗り場と、 同一ホームの向かい側にあるかつての霊番乗り場は、狂気となっており、天皇皇后や皇太子の行行計や、団体輸送や臨時列車での乗り換えを便利にするために、南大阪線、吉野線の臨時、貸切列車が入線することがある。霊番乗り場の東側の51番線には、トラバーサなどの設備庫があり、南大阪、吉野線の車両が検査のため、 ご移動研修車庫へ改装する際に狂気と標準機の台車理替えを行っている。0番乗り場は以前8番乗り場と称されていたが、2017年4月の特急青の公共局の当駅を始発、終着とする列車の設定に伴い、0番乗り場と書かれた看板が設置された。この時以前に8番乗り場であることを示す看板は存在しなかった。 改札口は3カ所で、柏原線ホーム東側に東改札、柏原線ホームと南大阪、吉野線ホームの間に、中央改札、南大阪、吉野線ホーム西側地下に西改札がある。柏原線ホームと東改札及び中央改札は、構内踏切、南大阪、吉野線ホームと、中央改札及び西改札は、地下道で連絡している。 柏原線乗り場と南大阪線乗り場とは中央通路で結ばれており、通路北側に中央改札が位置し、駅長室が隣接している。中央通路両側には各種駅構内施設が入居している。中央通路西側から地下通路への階段となり、南大阪線ホームへはそれぞれ階段とエレベーターで結ばれている。地下通路の先に西改札が位置する。 西改札が地下化される前は、中央通路から直接構内踏切で結ばれており、当時の改札には当駅唯一の自動改札機が設置されていた。東改札と柏原線ホーム、中央通路を結ぶ構内踏切は、車止め側にあり、柏原線の急行や普通は一部を除き、到着後そのまま折り返し運転するため踏切を通過しない。また、 他の一部の駅で見られるような仮想時の保安のためホーム入線時に列車が通過しないにもかかわらず、踏切が閉まるようなこともない。そのためにこの踏切はあまり頻繁に遮断機が降りないが、柏原線特急や急行、普通の一部列車は到着後この踏切を越えて南側の引上げ線に入ることもあるため、その場合は入出庫のタイミングで踏切が作動する。 柏原神宮前駅の利用状況の変遷は、下表の通り。以前は、若草書店が存在した。西口中央口東口乗り場は、西口、中央口、東口の3カ所に分かれる。すべて奈良交通により運行されている。詳細は、奈良交通、葛城の営業所などを参照。西口乗り場中央口乗り場東口1番。 乗り場東口2番乗り場当機の土休日には、無表バス数ズ様た参考の運行がある。かつて南大阪、吉野線ホームは、乗車専用ホームと校舎専用ホームに分かれていた、時代があった。当時は、地下通路ではなく校内踏切で、多数の柏原神宮参拝旅客に備え、校内踏切を挟んで安倍の橋方と吉野方、それぞれに、ホームが設けられていた。 吉野方面の場合、一度安倍伸ばし方ホームで停止し、降車客を取り扱い、その後吉野方ホームへ移動し、そこで乗車客を取り扱っていた。安倍伸ばし方面の場合は逆に、吉野方が降車、安倍の端方が乗車の取り扱いとなる。その後、乗客像により列車編成増大が行われ、ホーム別の乗降分離ができなくなり、 蒸気のホーム別による乗降分離の取り扱いは廃止された。校内踏切吉の方に設けられていたホームのうち、吉野方面行きホームは取り壊されたが、安倍伸橋方面行きホームはその後も長く残されていた。しかしながら、ホーム入り口に、柵だけでなく、特急券券売機が設置され、ホームの半分以上の面積に花壇が作られるなど、旅客の利用が困難な状態であった。 柏原神宮前駅改良工事の際、その残っていた安倍の橋方面行き急行車ホームも取り壊された。ありがとうございます。